はい、はい、じゃあ今度は上げるアプローチ、上げるアプローチで、はい、サンドウェッジでね、はい、はい、これもういつもこれやってるんですね。この状況だったら3度、3度です、はい、この状況で3度、3度をちょっとこうかぶせて、かぶせる、はい、うん、かぶせるのはやっぱりちょっと転がしたいから、少しそうですね、うん、ここは上りなんで、うん、ちょっとこう転がしたいっていうのもあるので、うん、フェース開くっていうよりかはこう、まあ、スクエアか少し気持ち閉じるつもりで打ちたいな、うん、じゃあちょっと見せてもらっていいですか。はい、ほら、ああいうのなんだよね、サンドって分かる、はい、今みたいなやつね抜けるというかあれですね、そうそうそう、当たりが、はいはい、まあちょっとちょっと 今、うん、今なんか、うん、そう、ああいうのがあるよっていうね、はい、9番アイアンだとなくないですか。9番アイアンだとないですね。ないですよね、はい、うん、9番アイアンの方がね、この縦の幅が少ないんじゃないかなと思う。サードの方が広がるんじゃないかなと、はい、縦のこの縦の誤差範囲がね、はい、もしこれがほらこうツルツルでパター使えたら、はい、パターが一番なんか寄りそうな感じが、はい、します。それってやっぱロフトが立ってるからだと思うんだよね、はい、サンドってロフトが寝てるからやっぱ滑ったり、はい、ちょっとしたこう入りでボールが変化しちゃうから難しいかなと思ってたんだけど、はい、うん、確かに喋りすぎですね。いやいや、とんでもないですありがとうございますですね、ね、これ土だってさ、ランニングの方が寄ってないそうですね、ランニング最初打ってた時にやっぱ転がりが強くて、うん、その強気でいっちゃう感じがするんですけど、うんうん、サンドウェッジだとちょっとこうボールの勢いが少ないというか、うん、ちょっと弱くてランのイメージがしやすいっていう、打ちますなんか今おかしかった、おかしくない今おかしかった、言葉っていうか意味がなんか今矛盾 しましたよ ね、 ね、ちょっとあのここなしにしてくださいなしなんかしないからねそんなそのまま、その当たり前じゃないですか、はい、今非常に重要なところです、ね、そうです、はい、全然寄ってないね全部右行きますね、右行くな。まあ、一つ言えるのは、ツッチーはドローボールだから、ドローボールだから、はい、やっぱこういう曲がるスライスはライン乗せにくいよね。そうですね、うん、ちょっとイメージが。そう、イメージがなんか出てないもんね。ボールを左に出せてないっていう。出せてない。同じところには行ってるんですけど。向こうのカメラぐらいですよ、出玉はもっと。そうですね。ね、そうそう、全然、全然さ、右ですよね。うん、もう最初からピンの右に今出たよ。左を、もうやっと、あ、やっと来ました、やっとですね、うん、でもああいうスピンをプッとこう入れてスピンで距離感つかむっていうのは、はい、このウエッジの方ができるよね。そうですね、うん、多分その上手い人、我々プロなんかはあのスピンをキュッキュッて入れることで縦の距離感作ってるから、はい、ウエッジでも距離作れるけど、はい、やっぱアマチュアの人ってこの縦幅が出ちゃうと思うんだよね。なんでしょう、どうしてもこうテレビでその中継とかプロの試合見てるとやっぱかっこいいじゃないですか、うん、そのキュッキュッて止めてこうタラーって寄せてくるっていう、うん、やっぱあのそのプレーを見るとかっこつけてるわけじゃないんだけどね。そうですね、やってるだけなんですそれ選択だったってことやっぱああいうショットを見てるとすごく、あ、自分もやりたいなっていう、うん、これが一番良かったですね。良かったですね。はい。はい、だって南波さんもそっち側だっていうから。そうですよね。うん、南波さんも。ウエッジ一本だっていうか、やっぱ慣れの部分もね、あると思うけど。はい、そうですね、うん。ラストです。うん。うん、これ、はい、入った。やっぱ馴染んできたね。馴染んで。だんだん。はい。え、南波さんもこれあれ、やっぱりサンド1本、サンド1本ですね。え、ここでもサンド使う、使います、多分。へえ、
え、そうやってやるの？はい、了解です。ちょっと待ってください。サンドの弾道じゃないよね、だって僕、サンドで転がしちゃうんですよ。サンドで転がす？え、それ何？どうやって売ってるわけこれ。相当さ、ロフト立てて、はい、インサイドアウトでちょっとひねって転がしてるよね、はい、そうです。右置いてロフト立てて、ちょっと、あ、右落ちた。フック回転。え、そういう難しいことやるんだね。あれ、全然違う。だからダメなんですかね。要はその、いや、ダメはねないけど、はい、さっきの9番アイアンと打ち方違うってことですよね。違います。転がしの時とね。そうです。言ったら転がしの時の方が何？ノーマル。ノーマルです、うん、はい。至って、これはアブノーマル。これアブノーマルですね。だいぶこれはもうね、はい、変化を加えてるもんね。そうですね、うん、なんかほどの9番アイアンのとこ、あんまりもうピッチングぐらいの多分ロフトになってんじゃないそうですね。ね、はい、もうだからあんまりスライスしないんですよ、僕打つと。ってことだよね、はい、まあ、ちょっとフック回転がかかってる。はい、そうなんです、うん、本番でもこうやって寄せる。本番でも大体こうやってやります。低いボール出すような打ち方を今してるわけですよね。サンドの弾道じゃないですもんね、向こうのカメラから見ると、ね、あの、分かると思うけど、うん、9番の時と変わらないし、ね、これで打ち方を変えて入れ、ああ、切れる。打ち方を変えてるってことですね。そうですね。なるほど、これは非常に難しいですね。難しいですねプロはやっぱこういうことするからね。私の場合さっきのあれと一緒ですからね。イメージはもう一緒ですか、まあ、スイング一緒。一緒ですか。スイング自体はもう8割一緒なのよ、はい、俺、はい、だからフェースの向き、ボールの位置、はい、入り方とか、はい、スピードとか、はい、そういうので変えてくるから、もう基本こう構えたら、はい、もうまずこれで8割やる。もうその時スピードも変わらずっていう、うん、あ、変わるよ、その状況によって変わるけど、基本的にはね、はい、変わらないです。だからこうなってくると基本的にその、まあ、さっきの9番屋の打ち方、普通サンドウィッチだったらこうなるじゃん、だって、はい、打ち方一緒だったら、はい、2人おかしいっていうかさ、すごいよねその確かに棒全然打ち方が違うから、はい、こうさっきと一緒のね打ち方、あ、入りました。お、入った。来た来た。ね、打ち方するとこういうことになりません？なります。で、もうちょっとこう高いボールとか、はい、あの、そういうのが必要になってくるとまた開いたりとかね、あれですけど、さっきとこう一緒の、ほぼ一緒に、うん、イメージは一緒なんですよ、うん。それでロフトの分だけ向こうに飛んで、ロフトの分だけこうスピンがかかると。はい。よくなんかこうソールを滑らせるってなんか言い方とかするじゃないですか、はいはい、やっぱ藤田プロもやっぱりこうソールを滑らせる感覚っていうのは、うん、ありますあります、うん、ソール滑らせたり、はい、あとその入りで、はい、ちょっとこう深く入れるとそれだけスピンかかるから、はい、うん、まあ、そこはまたあのおいおいやりますよ。あ、ぜひ、あの、私でよければ、はい、ぜひぜひお願いします。転がしより寄ってるかな同じぐらい。でもまあ私の場合はこう打ち方が一緒っていうことですよね、うん、はい、打ち方がほぼ変わらないっていう、はい、うん、あ、一緒ですね。いろいろありましたね、三者三様ね。そうですね、はい、ありましたけど感じとしてはどうですか。実際やってみて、まあ、転がしの方がこういう検証した感じだとやっぱキューバの方が寄ってたかなっていう。寄るかな、まあ、寄る寄らないは慣れとかもあるから、はい、そうですね。だけどミスはやっぱ多分少ないと思う。少ないです、ね、当たり外れのミスが少ないとか、はい、あと使ってない方はほら慣れの部分が大きいけど、うん、はい、そうですね、うん、ナンバープロの場合はちょっともう打ち方自体が特殊な技を使ってるのでサンドで9番かピッチングぐらいの転がしを作ってるでしょ、はい、まあ、ボールの位置とか、はい、うん、だから多分おそらく
まあ、ここ2人はウェッジを今あのいつも使うと、うん、だけどそれを ボールの位置とか変えたり打ち方ちょっと変えて球筋に変化を出してるタイプ、はい、でピューッとここ線が入る線があります、はい、でこっちは打ち方が一緒でクラブを変えるタイプ、はいはいはい、なんでシンプルじゃないですか、うん、そうですね、でプロに多いのはこういう感じですよ、はい、うん、アマチュアの見本はい、そうです、真似をするなら藤田プロ。あといろんな打ち方できないでしょ、はい、アマチュアの方はね。そうですね、だから一つの打ち方、うん、だから打ち方としてはもうこうシンプルに構えて、でこの三角形とか、この、はい、何このハンドファーストを崩さず、そのまま体のこう回転で打ちましょうって、まあ BK のアプローチのレッスンのところ、それは見てもらえばね、はい、あの出てるんで、はい、それなので、はい、的にはもう、うん、検証結果はどうしたらいいですか。でも転がしの方が圧倒的にミスの確率がやっぱ低いですよ、はい、やっぱそれは言えますよね、言えます、はい、それは言えますね、はい、それはウェッジ派の方も認めてくれると、はい、認めますね、そうですね、だがなぜやらないみたいな今回から変わるかもしれない、今回からもしかしたらの試合出た時とかに転がしを使ってる、うんうん、まあでも状況とかもあるから、はい、なんかまあ普段ねそうやって考えてて、やっぱ転がしを多くする、できるだけグリーン上は転がしてあげた方がいいと、はい、で打ち方一緒でその転、そのグリーン上までのものを番手を変えながら、うん、はい、私なんか7番からサンドウェッジまで変えていくんで、はい、だそこでもう8割カバーできますからね、はい、アプローチの、うん、だから打ち方一つでやった方がすごいいいなと思うんで、うん、まあ検証結果は、はい、人それぞれ検証になったのかどうか、はい、まあでも転がしの方が、うん、ミスが少なくて、ね、安定的で、はい、いやアマチュアの方にはそういうのを進めた方がいいかなっていうのはありますけど、打ち方もナンバープロのように、はい、テクニック重視の方はサンドウェッジでいろんな打ち方をこうするっていうのも、はい、でもそういう人の方が意外と寄ったりもするしね、あれはピタッとね、OK とかによる人はそういう人が多かったりしますからね、はい、うん、まあ、実際にすごいアプローチも、はい、お上手上手なので、ね、上げるのからね、はい、低いのから、うん、そうですね、はい、ということで、はい、今回は、はい、結果で結果も、まあ、転がしの方が、はい、よかったと、はい、まとめるとそういうことですね、はいはい、ミスが少ない、アマチュアの方も参考になるのは、うん、転がしの、はい、打ち方変えないでクラブを変えていって1、はい、2ヤードのところに設定してそこから転がすっていう、ね、はい、イメージを出してもらった方が、はい、まあ、よりやすい、そうですね、はい、まとめていただいてありがとうございます、まとめていただいて、はい、人それぞれということで、そうですね、はい、はい、またいろいろね、そうですね、はい、いろんな検証しながら、検証しながら、そうですね、また、はい、はい、やっていただいて、はい、ですね、そうですね、はい、じゃあ今日も、はい、この辺で、はい、この辺で、この辺で、はい、すいません、じゃあ今日本日もありがとうございました、ありがとうございました。